はい、皆さんこんにちは、渡辺裕美です。では今回はハートバイヤーフォー現代モット、韓国でのプレー続きをやっていきたいと思います。共産化韓国ということで、ついにね、日本との決戦の目前までやってきています。今回は日本に対して宣戦布告、そして日本を屈服させてやろうっていうね、まあ、ちょっと今の社会情勢を見るとちょっと微妙なコンセプトでプレーの方はしてますけども、ぜひぜひお付き合いいただきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。で今回も日本に対してね、宣戦布告をしていきますので、まずは、外交から、戦争と正当化目標、ズバリ関東東京を奪い取りましょう。であとはですね、軍の方なんですけども、いくつかしっかりと強襲上陸をさせる必要が出てくる。もちろんね、島国日本なんで、そこに対してですね、どこからどの部隊を強襲上陸させていくかというのをですね、ちょっとこの後、練っていきたいなというふうに思っています。まずは今回はね、そこの操作の方から着手をしていきたいと思います。で、今回ですね、投入する軍なんですけども、まあ、もちろん全軍を投入するんですが、まずはですね、主力になりうるこの第一戦車軍を強襲上陸かけていきましょう。一旦時間取れます。強襲上陸はここから、やっぱね、長崎が狙い目なんですよね。長崎、あとは歩兵、あとは自動車化歩兵、たちもですね、もちろん強襲上陸をかけていきます。ここもやっぱり長崎が狙い目なんですよね。で、歩兵部隊も強襲上陸かけていきましょう。で、長崎の次にやっぱり強襲上陸しやすいところってどこかなって考えると、実は青森すごくしやすいんですけど、まあ、青森は厳しいので、ここは鳥取にしましょう。なんでね、この長崎とかがいいかっていうと、長崎ってこっち側に何もないんですよね。なのでこの、こことここの2つの拠点に強襲上陸をかけて、おそらく上側しか成功しないんですけど、上側に強襲上陸が成功したら、下側にね、攻め込めば増援が来ないですよね、敵は。なので強襲上陸がすごく、そういう意味で言うとうまく行きやすい場所の一つになってはいます。なのでそういう意味では強襲上陸をするにはね、まさにうってつけという部分はあるかなと思ってます。あと海軍の展開ですね。海軍もね、しっかりと働いてもらわなければいけないというところありますので、海軍によってしっかり強襲上陸の拠点のね、場所を確保していきましょう。空母もだいぶ数は揃ってきたので、日本海軍にね、負けないだけのその力はあるんじゃないかなというふうには思っています。なので今回はもう重点的にね、強襲上陸をする場所をその海域に対してね、制海権を確実に取るために集中的に軍を配備していきます。海軍を展開していきます。でさらにこの後、確認をしていきますが、プラスアルファで空軍ですね。空軍の方もしっかりとね、展開をしていきます。まあ、日本も当然のように核、持っていると思いますので、核をね、撃たれないようにしっかりとそこは配備していきましょう。原子炉作った段階でも核はね、作られていきますので、どんどんこう。そう考えた時にはやっぱり日本も核を使ってくる可能性が十分にあるよ、むしろ絶対使ってくるよねっていう
まあ、前提に立ってですね、やっぱり配備をしっかりやっていきましょう。特にね、自分の自国の上、ここのね、制空権、これを取られてしまうと、場合によっては一気に核を落とされるリスクが出てくるので、まあ、そうならないように自国の防空はしっかりやりましょう。ではですね、ここで日本に対して宣戦布告が可能になってますので、宣戦を布告していきましょう。日本と開戦です。もちろん同盟国、中国を呼び出します。ああ、ここから核戦争が始まると思って間違いないと思います。ちょっとね、じっくりと確認をしていきましょう。いきなり回線があるね。回線はね、ちょっとどっちが勝つかというのもちょっとね、予断を許さない。おっと、いきなり核を撃ったね。今核ここで爆発鹿児島でしてますけど、これは韓国軍が撃った核ではない。まあ、自主発駆中国だと思います。いきなり強襲上陸成功してるけど、ここがね、その隣のエリアに向かうのが難しいんですよね。これは壊滅する恐れが非常に高い、リスクのある強襲上陸ということにはなります。ここもね、リスクはありますが、まずはね、この軍を狩りと港のある場所まで進めましょう。港を占拠すればね、情勢は一気に変わってはきます。逆に港がないとね、本当に厳しい戦いになります。ちょっと待ってね、みんな強襲上陸成功してるっちゃ成功してるよ。いや、みんな成功しちゃってると、それはそれでより早く食料が尽きるという大問題が起きるけどね。大丈夫なのか、ちょっと不安はありますね、ここまで。ここまで行ってるとちょっと不安はありますが、急いで、とにかく飛びましょう。うわ、壊滅したよ。これなんだよね、恐れてるのは。おそらくここも壊滅するんじゃないかな。まあ、他人事のように言ってますけど。しばらくは核攻撃が続くと思っていいと思います。
さあ、ではね、日本に対して核攻撃が進んでますけども、ここはですね、強襲上陸、再度チャレンジをしていきましょう。強襲上陸しないことには始まらないのでね、強襲上陸をかけて、いきたいというふうに思います。それにしても、えぐいぐらい核を落としてるね、中国は。中国を敵にしてはいけない理由はこれを見るだけでも分かりますね。まあ、第一次強襲上陸隊は残念ながら全滅という結果にはなりましたけど、ここは第2、第3波と次々と攻略隊、強襲上陸隊を派遣していきましょう。日本人としてはこんだけね、核を落とされているというのはどうなんだいという気持ちはもちろんあるんですけどね、強襲上陸が成功してるんだけど、ここもちょっと厳しいよね。核が落ちればいいんですけど落ちないからね。壊滅したね。なかなかこの長崎であっても簡単には強襲上陸というものが成功していないというのがね、見て取れるという局面をちょっとね、出てしまってますね。やっぱり長崎、まあ、九州ですよね。九州中心に核を落としていくしかないかな。今ちょっと制空権が取れていない状態かなと。まあ、取れてるね、今。この状態で核をやっぱり落としていくしかないかな。ちょっと待ってね。まだ九州上陸成功してる部隊がいますが、これがね、結局落とせないんだよね。ここがね、長崎がね、ちょっと長崎に集中的に核を落としていきましょう。殲滅するって動きをねしていきます。これで長崎が取れてるのかどうか、ちょっともうね、キノコ雲が激しすぎて今ちょっと見れない。なんですが、取れてるね。取れてるとなれば、後続の部隊を急いで長崎に派遣していきましょう。ここは絶対に守る。死守しなきゃいけないところですね。で、あとは後続の部隊をどん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 送っていきます。さあ、ここでじゃあ強襲上陸一旦ね、うまくいってますので、後続の軍を送っていきます。同時核攻撃、陸揚げされましたね。じゃあこれらの分を先へと投入していきます。とにかくここはね、スピードを持って進撃を行っていきましょう。ここにも核を落とす必要があるな。結局ここに、日本軍の主力の戦車師団がいますよね。ここを突破しないとちょっと厳
厳しいのかな。核による大量破壊、これが進んでますね。ちょっと時間を止めて師団の動きを確認していきます。今、ここにいる自動車化歩兵は一旦待機をさせておいて、まあ、ただいつでも動けるようにという意味ではこのまま港に待機で、第3歩兵軍も待機港でね。で、第4混合歩兵軍が上陸してますので、第4混合歩兵軍がまずは港を守ろうという動き。で、第5歩兵混合軍が、上陸していきましょう。によるね、ピンポイント爆撃をしながら、進めていきましょう。ロシア軍がついてるか、敵の日本軍の方にね。ちょっとまずい動きをしているのが、せっかく上陸したのになかなか次の進撃につながっていないというところかな。これロシア軍だね、うちはのくせんロシア軍に核を落とす。なあ、完全に破壊されている我が軍がロシア軍に。さすが日本だね、こんだけ骨格で攻撃しても屈しない。さすがよ日本、それでこそ日本だ。ただもうここまで戦争は進んでるのにね、もう後にはそれこそ引けないと。ということで、強襲上陸、引き続き仕掛けていきます。さあ、では、再び上陸できているので、今度こそね、進軍をしていきましょう。頼むぞ。で、後続の部隊も、どんどこ入れていきます。まあ、この自動車化護衛が入ってきてくれるのが大前提ですね。さっきはね、ロシア軍の戦車部隊の前に壊滅させられました。今回はそうはいかないぞと、いうことで進撃を行っていきます。さあ、完全に上陸に成功した。自動車化歩兵も入ってますね、12師団。これを一気に、まずは大阪まで進めましょう。部隊
またロシア軍がいるな。このロシア軍がね、邪魔くさいんですよね、とにかく。九州は完全に上陸というかね、占領、それが完了したと言えると思います。さあ、アタックをかけていきましょう。これで、九州その全土が支配下に入ったということになったと思います。まあ、ただこれだけでは当然、日本全土を平らげるというには程遠いので、ここからね、さらに軍をこう進めていきましょう。さあ、四国にも上陸できましたね。四国にも上陸完了です。ただし、四国にはどうやらね、ロシア軍が展開しているようなので、ここは一気に大阪まで進めていきましょう、兵を。下関が越えられないね、あそこに日本軍30、ロシア軍5が詰まっていて、あそこがなかなか攻略するのが手こずっているという様子がちょっと見て取れますね。まあ、ただ四国の方は順調に攻略進んでいまして、今から大阪、畿内、近畿ですね、こちらの方へと軍が入っていくというところになります。中国地方の方にもうまく軍が入ってくれれば、入ったね。これで、鳥取の方に軍が入れられるので、鳥取に上陸させましょう。直接港に上陸します。いや、ここに来ても核を落とすか、容赦ないね。で、今鳥取の方に進出させた部隊はですね、広島の方から下関の方に軍を進めて、挟み撃ちにして下関をね、陥落させましょう。一方、おっと、インドが頑張ってるな。インドが、インドに好き放題やらせるわけにはいかないですからね。我々がね、戦闘を持って進んでいきましょう。インド軍、中国軍、そして、我々韓国軍が、まあ、三つどもえでね、日本と有領土を食い合って戦勝点を稼ぎ合っているという状況なので、ここは負けられない。インド軍がなんかここぞとばかりに最前線で戦ってるけど、これで一応今ね、日本を降伏に追い込みました。戦勝点、我々が900が圧倒的に一番稼いでますね。すべての数上ができないので、まず関東、ここは絶対に取る。あと九州、中国、四国、関西、あと東海も欲しいよね。東海、それに東北、北陸が先かな。北陸、甲信越、これだけ取ると厳しいとなると、北陸を一回手放す992、ああ、これでも厳しいのか。そうなると関東は絶対欲しいので、甲信越も手放しましょうか。こんなところかな。さらに関西も手放さなきゃいけない。関東は絶対欲しいからな。いや、でも関東だけ取るっていうのもおかしいからね。そうなるとちょっと関東を手放して関西、それに東海ぐらいまで。東海ダメ？
じゃあ東北、東北もダメ、北陸、北陸もダメ、じゃあこれだね。で続いて、関東、東海、甲信越、甲信越はダメか。で、あとは、じゃあ甲信越、こうやって国をね、分割されていくんですね。北陸だけ残ったね。北陸と北海道だけ。ちょっと国の名前確認しますか。なんと、日本民主共和国になってますね。日本民主共和国。なんかちょっと変な国になりましたけど、ね、日本民主共和国の、まあ、代表が市委員長になっているという、ちょっと変な状況になりましたけどもね。では、韓国軍でね、この日本を攻略するということで、まあ日本のほぼ全土、北陸の一部と、あとは、まあ北海道が残ってますけども、それ以来、すべてをね、韓国が併合したということで、まあ、今回目的としていたプレイは達成できたのかなというふうに思いますので、アートバイアホ現代元韓国プレイはこれで、終わりにしていきたいと思います。一応ね、皆さん、ツイッターとか他の動画見ていただいている方いれば、ご理解いただいていると思うんですけど、僕は韓国はあんまり好きではないですと。じゃあなんでこんなのをやったんだというのはあるんですけども、一応ね、ゲーム上の話ですということでね、韓国が好きな方も嫌いな方も、まあ、一定の理解をいただきたいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。